秀次事件は混戦模様ですね。自陣命令を伝える使者たちが襲撃されている様子。へえ、官兵衛は俺たちの秀次を守ったところに目をつけたか。機転を利かせたものだな。やはり黒田官兵衛だけは他と違う。軍師たるゆえか、状況を先読みできているような。官兵衛は秀次を生かそうとしているのか。なぜ。豊臣秀次は曲がりなりにも現関白で豊臣氏の後継者。謀反を起こすならば担ぎ上げるべき男だろうな。豊臣秀次の生死は大きな意味があるわけか。となれば自陣を進めるなど気は進まないが、豊臣秀吉の命令しかと届けよう。ヤマンバ太一なんて俺の仕事じゃない。もう襲われている奴がいるな。まずはあいつを助けよう。良いところに来てくれた。まさに天の助けよ。獣に襲われん仲間とはぐれてしまった。わしも皆を助ければ。今参りますぞ。残る死者はこの先か。で、邪魔な門番君にはどういてもらいます。他の連中はこの先かな。急いだ方が良さそうだ。救援かたしけない。だが門の向こうにまだ三成殿は。ここの門は開かないな。迂回するしかなさそうだ。三成殿、今助けに参りますぞ。俺たちまで閉じ込めるとは、敵からの挑戦状と受け取ろうか。受けて立つ。この辺りの敵を倒すは。あと一人か。なんとか間に合ったか。獣相手では我が武勇も勝たなしよ。すまぬ、助け出し願う。この手か。
5人全員よ。ああ、このまま高野山まで護衛しよう。やはりただでは通らせてくれないか。言われなくとも。高い。今しかないな。見せ場かな。やるな。で、次は。ソラ、任務が終わったぞ。フッ、写しならこの程度かもな。俺なんかに期待するな。調査完了だ。ああ。演算結果が変動。豊臣秀次の自刃が確定しました。なお一族郎党も合わせて処断されたようです。秀吉の後継者は秀次ではなく実子の秀頼に移っていくわけか。これで史実の通りなのか。むごいな。では本来ない流れのままの方が良かったか。いや、役目を見失うわけにはいかない。分かっているじゃないか。歴史のあるがままを守る。俺たちの目指すものは一つだ。